ベームスター干拓地は、オランダ北西部北ホラント州の都市ベームスターにある、1612年から1617年に工事が行われた干拓地。オランダ初の干拓地であり、以降の干拓工事にも影響を与えた。もともとは、オランダ東インド会社の海外派遣の食料確保を目的として農地の喪失を基としたものであり、風車を利用して水を排出した。 実際に農地として使われ始めたものの、排水の不十分さが原因で、一度は牧草地に転用された。後に排水技術の向上などによって土地が改善し、現在では温室を使った園芸農業なども営まれている。ベームスターの中心である中央ベームスター、工作地として発展した北ベームスターと西、ベームスター、園芸農業が盛んな南東、ベームスターの四区画に分かれる。 建物や農地のレイアウトは十分に計画されたものであり、整然とした文化的景観を作り出している。その歴史的意義と17世紀以来の景観が今なおよく保たれていることからユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。